江差シ線は、かつて、北海道函館市の五稜郭駅から、檜山郡江差市町の江差シ駅までを結んでいた、北海道旅客鉄道の鉄道路線である。2014年に、江差シ駅木古内駅間が、部分廃止され、残る木古内駅五稜郭駅間も2016年に、道伊佐利日鉄道に移管された。1909年、上磯村画廊の石灰石を函館に運ぶ目的で、 箱館区の有志が鉄道院に付設を請願したのが建設のきっかけである。これを受け1910年の京弁鉄道法を巡用して建設され、1913年9月15日に上磯京弁線として開業した五稜角駅上磯駅間の鉄道を1930年から1936年にかけて日山国江差市町の江差市駅まで延長したもので、 改正鉄道不設法別表第129号前段に規定する予定線である。1936年11月10日に江差市駅まで開通し江差市線となった。檜山の木材や海産物などを運ぶ貨物輸送手段となったほか、檜山と函館を往来する住民の足としても親しまれた。五稜郭駅木古内駅間は、 青函トンネルの北海道側の接続路線とされ、1988年3月13日の海峡線開業に合わせて、交流電化等の改良工事が実施され、北海道と本州を直結する幹線ルート津軽海峡線の一部とされた。これに伴い、従来の函館都市圏における地域輸送に加えて、北海道本州間の貨物輸送及び、 青函区間の連絡輸送も担うようになった。一方、木古内駅餌市駅間は、北海道道5号餌木古内線が未整備であることもあり、秘伝化のローカル線として取り残された。予定線の公団である木古内より分岐して大島に、イタリール鉄道も正木線として、木古内駅正木駅間が開業していたが、国鉄再建法により、 特定地方交通線に指定されたこと、国道228号の整備状況が良好であることもあり、海峡線の開業に先立って1988年2月1日に廃止された。1968年に選定された赤字83線にも挙げられている同線が当時、全線で存続したのは、輸送量の多い五稜郭駅木古内駅間が含まれていたからとも言われる。 木古内駅江差市駅間の輸送密度は JR、発足当初の1987年度の253人が2011年度は6分の1以下の41人に減少し、JR 北海道管内で乗降客が最も少ない区間であったため、北海道新幹線の開業に先立ち、2014年5月12日に廃止された。これにより、檜山管内から鉄道が消滅した。 なお、JR 北海道の廃線は、1995年9月4日に、廃止された新名線以来19年ぶり、北海道内の廃線としては2006年4月21日に、廃止された旧地北線の北海道地北、高原鉄道ふるさと銀河線、以来8年ぶりである。木古内駅江差駅間の廃止から、 北海道新幹線の開業までの間、JR 北海道のウェブサイトの鉄道に関する情報の路線図では、江差線の名前を使用せず、津軽海峡線の一部として案内されていた。五両角駅木古内駅間は2016年3月26日の北海道新幹線新青森駅から新函館北斗駅間の開業に伴い、第三セクター鉄道の道南伊さりび鉄道へ、 経営が移管された。地方交通線としては初めて新幹線の並行在来線として第三セクター化された。当該区間の2016年3月26日以降については道南伊さりび鉄道線を参照。全区間が JR 北海道函館支社の管轄であった。道南伊さりび鉄道移管直前時一部区間廃止前 輸送密度区間ごとの輸送密度は以下の通り。収支、営業係数区間ごとの収支と営業係数は以下の通り。いずれも管理費を含めた金額である。はマイナスを意味する。2016年3月26日の北海道新幹線の新青森駅から新函館北斗駅間の開業に伴い、江差線五稜郭駅来な駅間は JR 北海道から 道内沿りビ鉄道に経営分離された。本州北海道間の貨物輸送は、鉄道が重要な役割を果たしており、青函トンネルにおける北海道新幹線工事でも、狂気による貨物輸送の存続を前提とした施行が行われているため、貨物列車が通る江差し線の道区間が廃止される可能性は低いと見られていた。一方、JR 北海道は、 新幹線規格の車両に在来線列車を乗せるトレインオントレイン方式によって北海道新幹線を経由した貨物輸送を行うことも検討しており、これが実現すればエサ支線が廃止される可能性もあった。2007年、当時の北都市長である海老沢純造は五稜郭駅木古内駅間は旅客だけでなく新幹線で代替できない貨物列車が1日に 上下合わせ約50本運行されていることから、線路自体が失われることはない。道や JR には、路線の存続を強く求め続けたいとコメントしている。一方、利用者数の少ない木古内駅江差し駅間については、かねてから新幹線開業と同時にそのまま廃止、バス転換されるとする見方や、新幹線開業後は、全区間のバス転換が濃厚と一部で報道されていた。 2011年10月31日、北海道は、江差線の五両各駅木古内駅間を、費用負担の問題からバス転換する方針を、提案した。これに対し北都市及び、函館市が反発し、道は2011年度内に3市長と調整して、結論を出す予定としていた。同年12月及び2012年1月には、北海道は、バス転換案を撤回し、 第三セクター方式で鉄道を維持する方針を表明した。第三セクターの設立は JR 北海道の相次ぐトラブルで遅れ、2014年8月1日にようやく設立された。さらに2012年8月7日、JR 北海道は北海道新幹線新函館北都開業に際して特に利用客が少ない木古内駅へ差し駅間を廃線。 バス転換する方向で検討に入り、沿線の江差市、上野区に、木古内山頂との間で、連絡協議会を立ち上げる旨を発表。その後9月3日、沿線自治体に対して2014年度初頭に、木古内駅江差市駅間を廃止したい旨を説明し、沿線山頂は代替輸送確保がなされれば、廃止了承する構えであると報じられていた。 翌2013年3月28日、木古内餌市間を廃止しバス転換する旨に、沿線の餌市、上野国、木古内山頂の市長が同意した。同年4月26日に、JR 北海道が国土交通省に廃止届を提出して2014年5月12日付で廃止することを発表し、予定通りに廃止された。2014年11月12日、 JR 北海道は2015年度よりカーブの関東を小さくする工事を実施することを発表。これは2012年4月から2014年6月にかけて3度貨物列車が脱線したことに加え、新幹線開業後は通過列車のスピードが低くなることを見据えたもの。2014年現在の関東は、 特急電車が70時速 80km で通過することを想定して80から 100mm で設定してあるが、新幹線開通後は低速な貨物列車と普通列車が中心となるため最大 80mm 程度に落とすこととなる。五両郭駅、木古内駅間で運行されている夜行列車に関しては、 北海道新幹線開業時に廃止が示唆されており、2015年3月12日を最後に臨時寝台特急とワイライトエクスプレスの運行を終了、同年3月14日のダイヤ改正で北斗製の定期列車としての運転を終了した。また、臨時寝台特急、カシオペアと急行、浜ナスは2016年3月21日を最後に運行を終了し、 新幹線開業日である同年3月26日をもって廃止となった。広域輸送急行、江差市海峡線が開業する以前は、函館駅江差市駅間を直通する急行、江差市が運転されていた。江差市は1960年10月1日、毎日運行の臨時準急列車として運行を開始し、1961年10月1日に定期列車となった。 1963年12月1日には、同一区間を運行する準急・奥尻、木山が運行を開始したが、1966年10月1日には、これらの列車を統合して3往復の運行となり、1968年10月1日には、急行列車に昇格した。エサ市は、当初単行での運行だったが、 1967年10月1日の時点では2両編成で運行されていた。また、函館駅木古内駅間では、函館駅正木駅間の準急、正木を並結していた。1980年10月1日に、正木と共に廃止された。津軽海峡線五両角駅木古内駅間は、1988年3月13日から2016年3月21日まで。 海峡線、東日本旅客鉄道津軽線とともに津軽海峡線を形成し、定期旅客列車による生館連絡輸送が行われていた。1988年3月13日の海峡線開業時から、快速、海峡、特急、初りが運転されていたが、2002年12月1日の東北新幹線八の兵器延伸開業時に、特急、白鳥、 スーパー白鳥に置き換えられる形で廃止された。また、本州と北海道を結ぶ夜行列車として、急行浜、浜ナス、寝台特急、日本海、北斗勢、カシオペア、トワイライトエクスプレスも運行されており、このうち日本海が木古内駅に停車していた。海峡線では、 特急列車が最高速度時速 140km で走行していたが、江差支線では前景の関係から最高速度は時速 100km だった。前述の北海道新幹線建設を理由に江差支線の高速化は行われていない。これらの広域旅客輸送は2016年3月26日に開業した北海道新幹線に受け継がれている。 地域輸送五両角発着の列車はなく、すべての列車が、函館本線の函館駅まで乗り入れていた。普通列車はすべてワンマン運転を実施していた。函館駅上磯駅間は1時間あたり1本、程度、上磯駅来来ない駅間は3時間ほど、運行のない時間帯があった。函館運輸所に普通列車用の電車が配置されて、いなかったため、 全て気派40系機動車で運行されていた。特急系電車である485系、785系、789系の間合い運用はなかった。2014年5月12日に廃止された、木古内駅へ差し駅間は、廃止時点で1日6往復の列車が運行されており、その多くは、函館駅から直通していた。また、島鶴岡駅、吉駅、 新名駅は一部の列車が通過していた。列車番号起点は五両角駅であり、五両角から木古内方面に向かう列車が下りであるが、海峡線の開通に伴い、本州との接続駅が函館駅から木古内駅に変わったため、五両角から木古内方面に向かう列車に本来、上り列車につけられる偶数の列車番号がつけられるようになった。青森信号場から、 五稜郭駅へ至る津軽海峡線の一部として、彦内駅五稜郭駅間で JR 貨物による貨物列車が運行されている。コンテナ車で編成された高速貨物列車のみ、運転され、専用貨物列車は定期列車としては存在しない。本数は下り、上りともに21本である。貨物駅である函館貨物駅を除き、駅における貨車の連結作業はない。 県陰機は、五稜郭機関区に所属する ED79 系電気機関車とは800系電気機関車、仙台総合鉄道部に所属するは500系電気機関車である。なお、五稜郭駅機構内駅間で、列車交換設備のある駅は、青函トンネル開業に際し、貨物列車との待ち合わせを考慮して、校内退避線を延伸した。旅客ホーム有効長はそれ以前のままとなっている。 便宜上、五稜郭川の旅客列車が直通する函館駅からの区間を記載。木古内駅江差シ駅間は、廃線後、函館バスのエサ木古内線に転換された。廃止直後の2014年5月12日から9月30日までは、木古内駅前、函館バス、江差シターミナル間で運行され、同年10月1日以降は、木古内駅前同立江差市病院。 江差志向交換で運行されている。ありがとうございます。